さて、ハーレーダビッドソンラスベガスに着きました。今借りるバイクの傷の場所を説明してもらってます。2017年式の883スポーツスター。結構ハンドルのポジションが透明ですけども、これで、5日間、走走行距離約2000キロを走る予定です。ハーレーダビッドソンラスベガスを出て、フリーウェイ15号線ノースに乗って、北へ、一路北へ向かっております。途中、64番出口で、一般道に乗り換えて、今日はイーリーという田舎町を目指します。さて、64番出口から出て、一般道 US93 号に乗り換えるところです。こんな感じでサービスエリアも、民家もない道が続きます。我々だいたい時速70マイル、キロに直すと112キロぐらいで走ってるんですけども、こんな感じで反対車線から車にガンガン抜かれまくっています。やっぱ車はかなり飛ばしますね。150キロぐらいで巡航してる車が多いです。あと野生の動物が突然こう道を横切って飛び出してくることがあるので、オートバイだと本当にお互いに怪我をしてしまうので、あまり車のように速いスピードは出せません。しばらく行ったところで、休憩です。ガソリンスタンドがありました。ガソリンスタンドと、まあスーパーというかコンビニのようなところが併設されている場所です。ちょっと入るときに、右側から入るという違和感がまだ慣れておりません。思わず左に避けちゃうというちょっと危なっかしげな場所もあったりします。さて、ガソリン満タンにして、少し休憩もして再び一般道 US93 号を北上、本日の目的地イーリーを目指します。こんな感じで民家もサービスエリアもガソリンスタンドも何もない、荒野を200キロイーリーまで走ります。
の乗ってるロードグライドは満タンで18リッターぐらいガソリンが入るので、まあ、おそらくこのままイーリーまで給油なしで行けるんですけども、後ろで走ってる、うちの奥さん883スポーツスターはタンク容量が12リッターぐらいしかないので、おそらく、883単体ではイーリーまではたどり着けないと思います。なので、日本からガソリンポンプを持ってきているので、それで、883が完結したらロードグライドから883にガソリンを移してイーリーまで走り切ろうと思っています。少し疲れたので休憩です。休憩と景色が本当に良くて、少し休憩して写真を撮って、であと100キロぐらいイーリーまでありますので、休憩したら再び走ります。もう風の音しか聞こえない。何も音がしない。素晴らしいです。この後無事に、イーリーのモーテルに到着しました。途中で GoPro の電池が切れちゃったので、動画はさっきのところまでですが、本日の総走行距離は250マイル、キロに直すと、400キロぐらい。まあ初日にしては、まあ、途中いろいろゲリラ豪雨にあったりとかありましたけども、何事もなく走り切りました。